感じ取る神経のある場所って筋肉なんです、ね、で細かい話をすると筋肉兼靭帯膜っていうところがあるんですけど、あの簡単に言うと体を動かしたりとかした時に伸び縮みができる場所と考えてください、ね、であのそこに痛みを感じ取る神経があって、それ以外には痛みを感じ取る神経がない。先ほど言った脳もそうですね。脳の中には痛みを感じ取る神経がありませんから、脳みそが痛いっていうのはないんですよ、ね、あのアルツハイマー病っていうのもあるんですよ。脳の萎縮ってあの表現しますけど、脳みその細胞が死んでいる病気がアルツハイマー病なんですね。萎縮って小さくなっていってるわけじゃなくて、周りの細胞が死んでるんですよ。であのさっき言ったみたいなね、で筋肉があって端と端に骨が、ね、骨にくっついてるんで、ここの筋肉縮めると腕が曲がるようになるんですけど、痛みがあるときは筋肉は硬くなってます。筋肉は緊張してますっていうことはね、筋肉が縮んでるんですね。で筋肉が縮むということはこういうことです。骨をね引っ張っちゃうんですよ。骨がずれるって書いてあるんですけど、痛みがあるときっていうのは筋肉は硬くなっていて、筋肉は縮んでいた骨がずれてます。よろしいですかね。痛みがあるときは筋肉は硬くなっていて、筋肉は縮んでいて骨がずれてます。痛みがあるときは骨がずれている。真横だと、ね、これを背中の方にこう動かしていくと高いところ一番ここわかります。辿っていけるよろしいですかね。じゃあこの場所から5センチか10センチぐらい上に肋骨の一番下、あばら骨の一番下の骨があるんですけど、わかりますか。あの腸骨の一番上がここ、肋骨の一番下ここなんです。私の場合は5センチです。大体これ人によってね、広い狭いはありますけど、これは痛みとかは、まあ、無関係ですけど、で、うん、このね、腸骨の一番上、肋骨の一番下っていうこの間のことをね、腰と呼びます。本当はもう少し上、もう少し下あるんですけど、真四角ではない。